はい、こんにちは、キューさんです。いつもありがとうございます。今日は滝に来ています。雨が降ってるんで結構水量が多かったですが、かなり気持ちのいい滝でした。2週間前に21日行をしたんですけども、その時にね、同士にちょっとお会いできなかったんで、今日滑りかけた、もうびっくりした、行ってきましたというわけですね。まあ、いつも同士と一緒に打たれている笹栗の滝なんですけれども、こちらのご本尊が千手観音様ですね。で、今からちょっと車に戻って、車の中でまた動画を撮りたいと思います。では、はい、というわけで戻ってきました。前回の動画で運だけで生きていくという話をしました。僕の人生これまで本当ね、運だけなんですよ。で、運を良くするためにはっていう話はたくさんあるんですけども、その中の一つに甘くて丸いものを食べるといいという話をしました。じゃじゃーん、今滝場でいただきました甘くて丸いもの、博多通りもんです。これね、博多土産で定番なんです。で、僕もよくね、いろんなところに行くのに持っていくんですけども、すごい美味しいんですよね。甘くて丸い、まるで俺の人生のようだっていう感じなんですけども、これね、あとね、おみきもいただいちゃいました。さすがにこれ飲みながらは運転はできませんので、後でゆっくりいただきたいと思いますが、甘くて丸いもの、美味しいんですよ。これ超おすすめですよね。うまい。今日はね、ちょっと早めに言いました。でね、ちょうど今日は子供の日なんですよね。鯉のぼりさんがたくさん見えますね。見えるかな。で、見えますよね。今日また実験シリーズなんですけども、運を良くする方法を教えます。今日、甘くて丸いものを食べましょう。できれば引き寄せましょう。まあ、今回僕ね、見事に、うまいことね、この甘くて丸いもの、最高峰、引き寄せましたけども、まあ、最終的に買えばいいんです。でも買う前に、例えばハンバーグとか、まあ甘くはないんですけども、甘みありますからね、うまければいいんですよ。甘くて丸いもの、うまくて丸いもの、どっちでもいいんですけども、丸いもの、まあ大抵うまいですよね。まあ、おせんべいとかでもね、お砂糖がついてたらいいかもしれませんが、そうそう、おせんべいもいただいたんだな、さっきね。これね、これ丸いですね。あ、これもね、砂糖ついてるからいいですね。ザラ自慢ですね。これも後でいただきたいと思います。というわけで、運を良くする方法、まとめます。今日、甘くて丸いものをゲットしましょう。できれば、今日の僕みたいにプワンと引き寄せるのもいいんですが、まあ、最終、コンビニで丸いもの、甘くて、買えばいいです。どら焼きとかおまんじゅうとかムーンライトとかですね、甘くて丸いものを食いましょう、引き寄せましょう。そしたらあなたの開運爆上がり間違いなしというわけですね。もう今日常に丸いものをね、今こうやって見ちゃってますけどね。あとは甘いものなんですけども、うん、まあ人生自体が甘いですからね。もうこれ見ただけであなたの運は爆上がりです。おめでとうございます。というわけで、祝福の前で今日もありがとうございました。